はい、それではただいまから視聴者会見を始めます。会見時間は45分間、終了は11時を予定しております。会見の本格な進行にご協力いただきますようよろしくお願いします。本日は市会の発表案件、平成26年の平和宣言についてです。それでは早速ですが、市長お願いします。はい、今年の8月6日の、平和記念式典で訴える平和宣言について説明をさせていただきます。お手元の資料をご覧ください。まず1の宣言の作成の基本姿勢についてですけれども、昨年と同様に今年も、被爆体験談を盛り込み、被爆体験に関する懇談会での意見を踏まえて私が起草いたしました。被爆体験談は今年のテーマを、被爆者として次の世代、若い人に伝えたいこと、望むことと設定して公募しました。応募いただいた61点の中から、3点を盛り込みました。また懇談会の議論の中で示された体験談1点も盛り込みまして、公募による被爆体験談を補いました。体験談は懇談会の意見を踏まえまして、1つ目が学徒動員の建物疎開の作業で被爆した中学生の体験、2つ目が、原爆孤児の過酷な暮らし、3つ目が被爆者の若い人へのメッセージという構成で選定をいたしました。体験談以外の要素はまずこれまでと同様に核兵器廃絶に向けた訴え、被爆者援護施策充実の訴え、平和への誓い、原爆犠牲者への哀悼の意の要素を盛り込みました。今年の平和宣言はこれまでのように時代背景を踏まえたさまざまな具体的な事象を一つ一つ言及するのではなくて、全体を通して市民が世界の犠牲者、とりわけ核保有国の犠牲者、日本政府等が核兵器廃絶や世界恒久平和の実現に向けて取り組み、外交安全保障政策を立案実行する際に心に刻むべき軸に置くべき基本的考え方を示すことにいたしました。またこれまでと同様に平和宣言を広く市民に共感してもらうためにできるだけ理解しやすい表現に努めるとともに、具体的な犠牲者の数を示すなど若い世代への継承も意識して起草をいたしました。次に2の宣言に盛り込めた主な内容について説明いたします。最初に括弧1の盛り込んだ被爆体験談についてです。1つ目は当時12歳の中学生が同級生のほとんどが即死し、自分だけが生き残った申し訳なさを語ったものであります。2つ目は当時15歳の中学生が水を求める瀕死の下級生に、重症者に水をやると死ぬぞと止められて水を飲ませなかったことを悔やむ内容であります。3つ目は当時6歳の国民学校1年生が若い世代に将来同じ体験をしてほしくないと被爆体験を語り始めた思いや若い世代のメッセージを語ったものであります。次のページをご覧ください。また別に被爆体験に関する懇談会の議論の中で出た原爆孤児の戦後の過酷な暮らしを記した体験談を盛り込んでおります。括弧2の核兵器廃絶に向けた訴えです。まず原爆は子どもたちから温かい家族の愛情や、未来の夢を奪って人生を大きく歪めた絶対悪であるということを訴えております。そしてオバマ大統領をはじめ核保有国の犠牲者に対しては被爆地訪問を求めて絶対悪による非人道的な脅しで国を守ることをやめて信頼と対話による新たな安全保障の仕組みづくりに取り組むように求めております。
さらに日本政府に対しても各国政府とともに新たな安全保障体制の構築に貢献するとともに、 NPT 再検討会議に向け核保有国と非核保有国の橋渡し役として NPT 体制を強化する役割を果たすように求めております。次に括弧3の核兵器のない平和な世界に向けた基本的考えであります。まず核兵器廃絶には憎しみの連鎖を生み出す武力ではなくて、人と人とのつながりを大切にし、未来志向の対話ができる世界を築かなければならないというふうに訴えます。また世界中の人々に対しまして、被爆者の体験やその後の人生を自分のこととして考え、核兵器のない平和な世界を築くために、被爆者と共に、つまり被爆者に共感して、そして考えて行動するというように訴えます。さらに日本政府に対しては、憲法の崇高な平和主義の下で69年間戦争をしなかった事実を重く受け止める必要があって、今後も名実ともに平和国家の道を歩み続けるように求めています。続いて括弧4の被爆者援護施策充実の訴えです。被爆者をはじめ放射線の影響に苦しみ続けているすべての人々への支援策の充実や、黒い雨降雨地域の拡大を求めています。最後に5の平和への誓いと原爆犠牲者への哀悼となっております。宣言に盛り込んだ主な内容は以上のとおりであります。なお参考資料として、被爆体験に関する懇談会の開催結果と被爆体験談を書かれた方3名のコメントなどをつけておりますので、後ほどご覧ください。以上です。はい、ありがとうございました。それでは質問に移りますが、その前に念のためお願いをしたいことがございます。お断りしております平和宣言宣言文全文につきましては、8月6日の、平和記念式典において市長による平和宣言が始まる後配布ということになっておりますので、取り扱いはくれぐれもご注意願いたいと思います。よろしくお願いいたします。それではただいまの発表に関連して、質問がございましたら質問をお答えいたします。質問される方は社名を名乗った上で質問をお願いいたします。質問ございませんか。はい、はい、質問をさせていただきます。今回市長が2011年4月に就任されてから、任期の最後の、選挙となるんですけれども、改めて心を込めた部分、どこかというのを端的にお知らせください。心を込めた部分、そうですね、自分自身平和宣言、任期4年間通じて一つのストーリー性を持たせてですね、全体として読んでいただいたときに、核兵器廃絶、それから恒久平和の実現の願いというものがこう分かるようにというふうにやってきたつもりなんですね。で、最初の23年の時には、被爆前の広島と被爆直後のその惨状のこう対比をして分かるように、それから次の年には原爆で、失われました広島市民の生活の状況を分かるようにし、そして25年度にはですね、心身の傷とか、それから差別偏見というようなものに苦しみながらも広島の復興を支えてきた被爆者、そういった姿があったということを、にしたわけですね。そしていよいよそれらを踏まえて最後ということでありますので、被爆者として次の世代、特に若い人にですね、伝えたいこと、望むことは
どうですかということで募集して、まあ、それをいただきながら仕上げたわけです。ですからいわば最後それらを通す、考え方をですね今回の宣言の中で、書き込んだというものにしているんですね。で、書き込んだポイントは、まあ、自分とすれば大きく整理すると5つの点に収斂できるかと思います。1つ目がですね改めてその、原爆というものの基本認識を、書いてます。すなわち原爆というのは、温かい家族の愛情ですね、そういったものを子どもたちから奪い取るようなものですよと。そして未来の夢を奪うとかですね人生を大きく歪めてしまうというような結果を招くという、そういう意味では改めて絶対悪であるということをまず第一に押さえたつもりであります。そしてそういった絶対悪を前にしたときに我々としてどう考えなければいけないかという、まあ、基本的な考えですけども、憎しみの連鎖を生み出すような武力ではなくて人と人とのつながりを大切にして未来志向でやり取りできる対話できる世界を築くということを基本にすると。絶対悪に対して今申し上げたような考え方で臨むということ、これは考え方の基本ですね。そして3つ目、それを踏まえて我々として一個人としてですねどう対応するかと。それは被爆者の体験とかその後の人生をもし自分だったらどうなんだろうというふうに考える。そうすると核兵器がなく戦争もない平和な世界を築こうという、まあ、そういう気持ちになると思います。まあ、そういう意味では被爆者と思いをいつにする、すなわち共感すると。そしてこの共感したことをみんなにも伝えようじゃないかと、そして考えようじゃないか、そして自分たちのできる行動をしようじゃないかと、まあ、そんな我々の対応をすること、その大切さを、強調したつもりであります。そしてもう一つ4つ目、これは主に為政者へのお願いになるんですけども、とりわけ核保有国の為政者、それは被爆地を訪れて被爆の実相を自らの目で確かめてですね、信頼と対話に基づく安全保障というもの、そういった仕組み作りが重要であるということを受け止めて、そういった取り組みをしてもらいたいというふうに、思ってます。それから最後、まあ、日本政府への訴えでありますけれども、今の日本国憲法の平和主義の下でこの69年間戦争してこなかったという事実をまずしっかりと重く受け止めてもらいたいと。その上で今後も平和国家の道を歩み続けるということ、そして各国の政府と一緒になって新しい安全保障体制を構築するということに貢献してもらいたいと、そんな整理をしたつもりであります。まあ、今言った最終的なですね自分の哲学といいますかね気持ちを、入れ込んで書いたということかなと思いますけど、そうですね、とりわけ今申し上げたような、絶対悪であることを踏まえて未来志向で考えていく、もちろん我々も含め今いるすべての方にそういうふうに
認識なり考え方を持っていただきたいんですけれども、とりわけこれからですね、日本あるいは世界を支える人たちにそういった思いを共有していただきたいというのは強いと思いますね。今申し上げた未来志向というのはもちろん今いる方々すべてですけど、とりわけ未来を背負う可能性の高い方々にそういった考え方でしっかりここの対応に当たっていただきたいと、被爆者との思いを一にしてさっき共感して自分たちもそういうことを共に広めていくって考えて何をすべきかという行動ですね、まあ、そういうことをやってもらいたいということかと思いますけどね、はい、他に質問出ませんか。はい、広島テレビの不動産と申しまして、はい、今日も言われたように任期最後ということもあると思うんですけど、うん、来年被爆70年ということもありますが、うん、そういった点意識されるところはありますでしょうか。被爆70年というのはですね、また平和宣言とは別のところで整理をしておりましてね、まあ設定で言うと70年あるいは75年草木も生えないと言われたような当時の状況から比べると、これほどきちんとしたですね、町になっているということでありますけれども、その町に広島がそういった町として復興しているというこの現実を見たときにですね、ここに至る経過ですね、私が今申し上げたようなことはですね、今までの方もとりわけ広島の町をこんなふうに、いいものにするということをに力を注いでいただいた方々と共通の認識だと思うんですね。私はそう信じています、まあ、それをあえて私がここで5つぐらいに整理させていただいたんですけども、そういう意味ではここでのこういう整理を踏まえてですね、来年被爆70周年を迎えるにあたってですね、来年の、取り組みをしていく上でのですね、確認といいますかね、どんなことをするか、例えば被爆70周年という年を迎えての広島の思いを新たにするという、そのためのベースであるし、もう一つは先ほど言ったこれから我々を支えていく、あるいは皆を支えていく若い方々が広島の街づくりをですね、どういうふうに考えていくかということもですね、考えていただくためのですね、ベースになるということですね。だからある意味で来年以降しっかりした街づくりについても平和の構築についてもですね、しっかりした対応していただくためのベースとなる考え方を改めて提示しようとしたというふうな位置づけかと思いますけどね、はい、よろしいですか。それでは他に質問を聞いてください。はい、ちょっと前回の懇談会の後にもお話しいただいたんですけど、改めてやはり議論としては、自衛権の保守っていうのは結構社会と呼び合われてるので、今回決められなかったというか、それに言及はされなかったというふうに改めて主張して、なぜ決めなかったのかということをご説明いただければ。はい、この最終的な宣言の中にそういった言葉を入れなかった事実経過といいますかで申し上げますとですね、7月の14日に最後の被爆体験に関する懇談会を開きまして、そこで2通りの案をお示しして一応議論をいたしました。さまざまな個別事を具体的に書き込んでですね、核兵器廃絶を願うというような展開をしたものとですね、それを書かずにもっとその基本コンセプトといいますか、少し高い次元でね、それらを
そのような考え方をこう提示した、いわゆる基本的考え方をこう書き込んだもので、議論したんですけども、まあ、その際の懇談会全体での皆さんの反応はですね、核兵器は絶対悪であるという前提のもと、その人と人とのつながりを大切にしながら未来志向で対話という訴えですね、今先ほど申し上げた私の考えているその基本的な考えを丁寧にですね記述する方がいいだろうというふうになったわけであります。それでそうするとその集団的自衛権という個々の問題が文言が入ってないということについてどう、整理したかと、自分なりに整理したかということですけども、この集団的自衛権というこの用語そのものはですね、日本国憲法の解釈の中の一パーツなんですよね。ですからそういったものも含めてですね、日本国憲法の崇高な平和主義、これをしっかり受け止めると、しかもこれまでの歩みをしっかり受け止めるということの中でですね、十分言及できているだろうと、むしろ高い次元でですね、考え方を打ち出した方がいい、そして憲法の崇高な平和主義ということをきちっと歌うことがですね、集団的自衛権だけでなくてさまざまな事象に対してのですね立ち位置を明確にすると、一個一個ですね問題が起こったたびにそれに反応するんじゃなくて、それらをねその包括してこの平和宣言、私自身ですね、どういう考え方に立っている人間かと、あるいはこの宣言がねどういう性格のものかということをしっかり言ってですね、先ほど言った哲学といいますか、それも示す最後の締めにした方がいいだろうというふうに思いました。そういう意味で懇談会の皆さんの意見とともに、自分もそういったそのいわば包括的な考え方をきちっと示すということで、これから起こるであろういろんなですね議論のに対するですね基本的な姿勢を示すということをしたつもりであります。よろしいですか、他に質問ございませんか。今のと関連してなんですけれども、その包括的なですね、社会事情というふうにおっしゃいましたが、一般的な憲法の平和主義に言及することで、一つの、お気持ちとしては、その集団的自衛権の防止を含めたですね、ことに、言及して、十分言及しているだろうというふうに、ご認識、判断を示したと思ってます。例年です。これまで、少しちょっと重複するかもしれませんが、個別な事案に触れながらだと思うんですけど、今年なぜそこを変えたのかというところ、少し重複するかもしれませんけど、一応自分なりにこの任期の最後ということですしね、もう一つは自分なりに読み上げて分かりやすく聞いていただくというのことを考えながら、字数もですね1800字とかいうふうなことも頭に置きながら、これはテクニカルのことで恐縮なんですね。そうすると個々の事象を書き連ねていくとですね、一個一個全部書いてですね、これとこれとこれとこうです、こうなってますとね、いうふうなことになってしまいがちですから、むしろそういったことをその頭に置いて、最初に戻りますけど、哲学というか自分のその基本的な立ち位置というんですかね、物事について考える際の基本をお示しするということを、ここで最後のまとめのですね宣言としてやる方がいいだろうということですね。それに尽きるんですけどもね。はい。では、終了新聞の方ですが、星野ゆかりですね、エネルギー政策そのものは、以前も申し上げましたけども、その国が行う総合的なこの判断の中でですね、政策決定していくべき課題だという認識で区分けしました。そして
今もし平和宣言で関係するとすると、とりわけ原発などで問題となっているですね、放射能の被害ですね、放射線被害から生ずることでの問題だというふうに受け止めましたので、この宣言の中では見ていただいて分かりますけれども、被爆者をはじめ放射線の影響に苦しみ続けているすべての人々にですね、ちゃんと手当てをするようにといいますかね、ということで、この核兵器廃絶ですね、世界恒久平和という、核兵器放射能被害ということに関連する部分についてのですね、問題提起はしたつもりであります。エネルギー政策そのものは別途議論するとしても、放射線の影響ということに関しての配慮ということについてはですね、言及しておいたつもりなんですけどね、はい。4回目で、4回目でというか、その今まで申し上げますけれども、触れたのは、エネルギー政策は国策としてやる課題ですよという説明を仕切っているわけですからですね、そこでまた同じ説明をしなくても、先ほど言ったように、1から4まで通して読んでいただければ分かるようにしたという整理であります。はい、よろしいですか。他に質問は、はい、どうぞ。チームの方と申します。今の関連なんですけれども、はい、市長は去年と一昨年の宣言では、これに対してそのエネルギー政策の国民の暮らしと安全を、国民たちのエネルギー政策の構築をしてほしいということをおっしゃったと思うんですけれども、はい、去年の今年の4月に国はエネルギー基本政策として、原発については、正義の基準を適合すれば再稼働すると、ただし原発の依存度は下げていくというふうに定めたんですけども、これをもってそれは確立されたから、今回はもうそれはあえて言う必要はないということではないんですか。いや、平和宣言を先ほど申し上げたように、1から4までトータルでですね、見ていただくということでありますので、繰り返し強調しなければいけないものかどうかという視点はまずもちろん入れてます。でその上で今言われたようにエネルギー政策については、国が一定の方向を出しておりますがですね、その一方で依存度を低減するという言いぶりもしてますね。そしてもう一つは安全性確保されれば再稼働というのは言い方もしてますね。ですからここで強調すべきは、放射線の影響で苦しみ続けているすべての人々という中でですね、放射能被害ということについてはですね、重ねて注意を喚起するといいますかね、それをやることで十分立ち位置をですね、示せるんじゃないかなというふうに整理したつもりです。去年の会見で、エネルギー決壊薬で核兵器とですね、国エネルギー政策として現に役立っている部分もある原子力発電というのは区別して考えるべきだという話をしてこられて、で今一方で最後に今おっしゃった放射線の被害という点は共通しているということを考えると、原発のその稼働の是非をやはり原発が稼働してたために事故が起きているわけですから、ここについてのその言及が、やはり要点として、去年と違う局面として取り上げるべきじゃないかなというふうに思えるんですけれども、そこはどうなんでしょうか。取り上げるべきではないかというご意見としては受けてもありますが、私の考えを申し上げましたように、その依存度を減らすという考え方を提示するとともにね、安全性が確保できれば再開するという考え方を示しているわけでありまして、一定の方向は出ているわけですね。そうするとそれを踏まえながらも、実際に放射線の影響で苦しみ続けているというこのことをですね、まずしっかりと対応するということをやればですね、おのずとその
基本的考え方の中でですね、進むべき方向は出てくるんじゃないかという気持ちを込めて記述しているというふうに受け取ってくださいですね、うん、原子力発電所が本当にですね 100% 事故が起こらないというものであるならばですね、放射能被害は起きないんでしょうね。しかし多くの方はいやいや地震国の日本、いろんな意味でしっかりした安全装置を施すといってもですね、想定外ということがあるんだから、それによって放射能被害はあり得るんだという議論がまだ出てるわけですね。そんな中で国策として依存度を減らすという方向性と安全性確保ということを追求すると言ってる政府でありますから、そこに対して放射能の影響、本当にこれが出てる方々に対する万全の対策ということをしっかりやるということを踏まえた上で、しっかりエネルギー政策を考えてくださいよということを今まで言った考え方の上に重ねてですね、申し述べたというふうに理解していただきたいと思います。それでは他に質問ございませんか。はい、どうぞ。内容という平和宣言という全体についてなんですけど、長崎の平和宣言と比べて、支障というか、そういったものがあるなって、政治的なことも結構考えていると思うんですけど、それに比べて広島のは、支障が弱いというような、やはり、いいです。そういうものに対して、私自身のこの平和宣言のスタイルは確かに長崎とは違うじゃないかと言われればその通りだと私も思います。で、長崎のような宣言のスタイルも、あるし、あって叱るべきだというふうに思ってます。だけど自分のその原爆なりですね、公共平和に対する基本的な認識はですね、その特定の方がその何か理屈なりね、考え方をわきまえて物事に対応するということでこの世の中が原爆がなくなるというふうなものではないと思うんですね。お一人お一人、いろんな価値観を持った一人一人の、国民、市民ですね、その方々の基本的な考え方がそのしっかり打ち立てるといいますかね、先ほど申し上げたように5つの点申し上げましたけれども、絶対悪であるということをしっかり認識して、そして自分たちの身に引きつけて考えるということをお一人お一人がやっていくということこそですね、ちょっと遠いかも分かりませんけれども、この世の中の価値観を変えていく絶対必要条件だと思うんですね。で、為政者に対してもいろんな注文をつけますけれども、実はその為政者を選ぶのはですね、国民なり市民一人一人が今の民主主義の世の中ではその人たちが選んでいくんですよね。選ぶときにもですが、先ほど言ったさまざまな行動の中にはですね、為政者を選ぶという行為もあるんです。その時に自分たちと思いを共有した方々をしっかりとですね、地球上の至るところで選んでいけばですね、どうでしょう、変わるんじゃないでしょうかということも言ってます。むしろそういったところを自分は強調したいんですね。そしてそれがなかなか広がらない中では、今いる為政者にも早く価値観なり頭を切り替えていただくために広島に来て実感してくださいと申し上げるし、それをその裾野の広く持続的なものにするために、先ほど申し上げた特に若い方々が自分たちの地域なり国なりを作っていく方々の価値観としてね、そういうものを持っていただく、それがうんと広く多くの方がそう思うということをしないとですね、特定の方の意識だけでね、物事変わるということではないと思うんですね。ただ変えることについて一生懸命研究されて、それをどういうふうにアピールするかということも重要であります。だからそういう意味では長崎のやり方も重要ですけれども、もっともっと日頃の生活の中でですね、どういうふうな思考方法を取るかということをやること、それを訴えるということも欠かせないという認識でありまして、私はそちら今申し上げた方をですね、強調したいということであります。
よろしいですか。他に質問はございません。はい。日本国政府に対しての、そのものの申し方は、まあ、被爆都市広島をその抱えているというか、それがある国ですから、いわゆる唯一の被爆国という立ち位置は変わりません。そうすると、その被爆土地広島長崎を含む被爆国日本はですね、私としては ある意味で核を持っている国と持ってない国のですね、価値観の相違に基づくいろんな問題ありますね。それの、橋渡し役をしてもらいたいと思ってるんですね。つまり今核保有国はざっくり言えば、いわば核の抑止力というものをですね手放せない、そうしないと国際秩序が保てないというようなロジックに立っていると思います。一方、核を持ってない国はですね、いやいや核を持つ国があるからですね、そういったことになるんで早くなくすと、むしろ自分たちが自らそういったものを放棄する、あるいは非人道性ということにしっかり着目して、違法だだからそういうものをすべからく早急にこの世からなくするということを自分たちで決意するのがいいと、こういう論理がありますね。で、現実の世界の中でそうは言いながら核持ってる国があるわけですから、実際我が国はその核兵器を持たないで、先ほど言われた現実の問題として国民の安全保障という観点からいわゆる指摘されるような核の傘に入りながらもですね、核のない世界を目指すというそういう立場でありますけれども、よりその核の傘に依存しなくても済むような世界を目指してですね、調整役をやってほしいと、こういうふうに思うわけですね。ですからその抑止力というような考え方に強度に依存するのではなくて、信頼醸成ですね、お互いが国境を越えてですね、一市民同士が理解し合ってですね、やれるような環境づくり、そちらの方にしっかりと軸足を置きながらですね、先ほど言った価値観の対立の中であるべき方向を目指す、そういう役割を積極的にやってもらいたいという気持ちを込めています。はい、これは懇談会の中の議論で体験談の方の話を、この方の話を引用しようということでですね、
引っ張ったんですけども、その場での皆さんの議論をお聞きしながらこれをこの部分を入れることにしたんですけどもね、この中の中での議論で印象的だったのはですね、まあ、ここで書いてある言葉遣いは今の方から見るとですね、いわゆるその相当違法性の高いですね、集団というふうに認識されるかもわからないけれどもと、こういう前置きがありましてね、被爆直後、とにかく敗戦直後はですね、いわばその国の警察権力といいますかね、そういった統治システムそのものもですね、崩壊してというか機能してなかったというのが実情だということを体験で言われるんですね。そしてそんな中で今は違法性の高い集団とされているグループなんだけども、実は当時はむしろその弱い方々をね、助けるという働きをする要素を持ったですね、集団であったことも事実なんだと。というのはその闇市などでですね、無秩序な活動をしてたりするとですね、その場を警察権力が及ばない中でですね、ある意味でルール化を図るというような働きをしてたというのが実は広島の被爆直後の実情だったんだと、こういうことも言われたんですね。ですから言葉がうまくそれにぴったりするのはなくてですね、任侠とかいうふうにするかとかね、いろいろ悩んだんですけども、ただ原点にね沿って一応記述したんですね。ですからそのいわゆるその原爆投下後のその広島の状況がですね、いかにその無秩序なものになってたかと、そしてその無秩序さがですね、今でいう違法性を帯びるという方々の中でのですね、一定のその人の命をですね、救うためにということで、機能した部分があったりしたということもですね、言っといていいんじゃないかということなんですね。ですから今の言葉で見ないで、先ほど申し上げたように自分たち自身がその時点に戻った時にですね、どんな状況になるかということを想定してもらいたくて、あえて書いたということなんですけどもね。ご自身結構踏み込んだと思われますか？踏み込んだというか、まあそういうふうに事実書かれたものがありましたので、そういった状況がその終戦直後といいますかね、あったということですね。それをどう捉えるかですね。だからそういう状況こそある意味で不幸な状況かも分かりませんね。だからそういったことにならないようにするということをしっかりみんなで受け止めてもらいたいという気持ちで書きました。そうにならないようにすることを感じてほしいというのが真意だという意味です。もちろんそうです。はい。政府ですか？政府とか、まあ、世界に対してメッセージを送られてますが、私自身がやってる平和宣言が今この時点でどれくらいその影響を及ぼしているかについてはですね、自分自身も計測する装置を持ってないから正直言って分かりません。しかし自分が市長の立場でですね、こういったことを言わせていただいている。そして私の主眼はですね、ある意味でお一人お一人のですね、立ち位置ですね、物事を考える、この核兵器に対しての物事の考え方についてこうあるべきじゃないでしょうか、絶対悪ということをベースにですね、皆さんで考えてくださいということを訴え続けてきているつもりでありまして、まあ、そんな中でまあとりわけ一定の成果というか皆さん方の取材等の結果として現れてきたのはですね、為政者の方ね、海外の為政者の方が来られてこの広島の地で平和記念資料館を見てですね、そのショックといいますかね、この
悲惨な状況を受け止めて、やはりこういったことがあってはならないということをですね、犠牲者レベルで口々に幾度にといいますかね、同じようなことを言われているということが出てきております。これはそういうふうに自分の言っていることが個の立場でですね、理解していただいているんじゃないかというふうな受け止めをしていますね。そしてそれに対してまたプラス為政者がそういうことを言うということで、その個の立場、個々人がですね、そういった思いを強くして、そういった為政者をもっともっとこの世の中にですね、送り出すようにしようじゃないかという、そこまでですね、物事が運ばないかなというふうに思うんですね。だからこれはもっともっと生き長くやっていかなきゃいけないと思います。一過性ではないと思っています。言い続けるし、もし何かあれば次のステージとして、そのためにどんなことをするかというようなことをですね、訴えていくという次のステージがいるかなというふうに思いますけどもね。来年以降の話は自分が市長を続けているかどうかによりますので、これはちょっと微妙なんですけども、少なくともこの4年間を通じてやった平和宣言は、今申し上げたように本当に個々人の立場で基本に立つべき考え方をこう自分なりに一生懸命まとめたつもりですね。ですから、もし仮に次の段階でまた平和宣言をということになればね、違った切り口でそれを踏まえてですね、どういった対応というかですね、やっていくかという視点をこう交えたものにして、さらに何て言いますかね、具体的な対応なりがね、分かるように、あれ自分はどう考えているんだということがですね、訴えられるようなものにできたらなというふうには思いますけどもね。予定の時間をオーバーしておりますので、そろそろ思うんですが、平和宣言に関して他のご質問はよろしいですか。それでは予定時間をオーバーしてるんですが、最後にその他もし質問があれば一問程度お受けいたしますが、質問ございませんか。はい、少し確認なんですけれども、はい、NHK の佐藤です。はい、宣言の採用の方にある各国政府等に新たな安全保障体制の構築に貢献してほしいという、その後に NDT 体制の強化という役割を果たしてほしいというのがありますが、その前半の方の新たな安全保障体制の構築というのは、現在の NDT 体制に変わるようなものをイメージしていらっしゃるのか、それとも、もうちょっと漠然とした国家間の体制のことを指していらっしゃるのか、それとも NDT 体制に変わるような今度実態指定まで実効的な人民の不利を求めているというところに意識されているのでしょうか。ここで申し上げているのはですね、NPT 体制を否定するものでありません。これは現状の中でですね、NPT 体制そのものは有効に機能するようにということをもちろん考えています。だけどその仕上がり感ですね、その NPT 体制はある意味で手段ですよね。不拡散、軍縮というその方法論だと思うんですね。で、それの究極の姿は何かと、こういうイメージでありまして、グローバリゼーション、グローバル化ということが言われる中で、これはいわば地球規模でのですね、主に経済競争といいます、競争ということを原理にした考え方が一般化していると思うんですね。そうするとそんな中で起こりがちなのは、その競争相手ですからですね、相手が同胞というのに自分たちと仲のいい相手だという意識が薄れます。そしてそれが未発達なところですと、知り得ない相手との競争だから、疑心暗鬼になって対立してですね、争っていくと、こういうことなんですね。そしてその知り得ない状況というのは
多くの場合が不信感につながるんですけども、それは国籍が違うとか人種が違う宗教が違うとですね、いろんな違いを捉えて、不信感が、あるいはそれがさらに発展して誤解とかっていうことになる。そうすると、その相互不信の中で自分たちを守ろうとするときに、ついつい相手を脅す抑止力となると。で、その抑止力の究極の暴力装置が絶対悪である核と、こういうふうな展開ですので、それを哲学というか根底的に改めるということをやりたいというのが今の安全保障なんですね。新たなって、つまり相互信頼です。相互不信じゃなくて相互信頼、置き換えるとね。でグローバル化という経済競争があるとしても、逆に双方で対話ということで情報をやり取りして不信感をなくする、価値観の違うその相手であってもですね、価値観を可能な限り共有して共同体意識を持っていただくような枠組みを目指してほしいというぐらいですね。そしてそれを目指すときには、為政者レベルでダメならば都市間、個人間のですね、個々の交流を深めて、その国家を構成する個人同士の仲良し関係を作ってですね、信頼醸成装置を作り上げると、まあ、そんなぐらいの意味なんですね。それを言ってるつもりであります。それでは予定の時間をオーバーしましたので、本日の記者会見これで、はい、違うことなんですね。違うことです。よろしいですか。あ、アメリカのケネディ大使が、はい、ああ、ありましたね。オバマ大統領の主催という場合で、市長の受け止めと、まあ、スケジュールの問題もあると思うんですけど、まあ、ケネディ大使が来られるというのは報道の方で出てますけども、報道を受けまして、在大阪神戸のアメリカ合衆国の総領事の方にですね、改めて確認いたしましたけども、まあ、ワオホはもともと来てくださいということでお願いしてるんですけども、現時点で依然として回答はいただいておりません。ですから我々としての回答はなしという状況であることはまず言っておきたいと思いますが、まあ、その上でもし来られればということですね。それは来ていただければ、もともとケネディ大使の経歴からして今までのいろんな発言とか、まあ、私も去年直接会ってますけどもね、その時の会話ぶりからしてですね、平和記念資料館も見ていただきたいし、被爆者の方のね声を直接聞いていただき、そしてその受け止めをですね、しっかりとオバマ大統領に伝えていただく、そして核兵器のない世界を目指すということをですね、ある意味で強力に訴えていただくということをやっていただきたいと思います。まあ、それにつながるようなね、いろんな対応を自分なりに考えたいなというふうに思っています。それでは本日の記者会見、これで終了させていただきます。ありがとうございました。